はい、どうも霊夢です。良い子のみんな調子はどうよ？先日の4月29日、中国は自国で建造する宇宙ステーションのモジュールの一部である、天和、を搭載したロケットの打ち上げに成功しました。中国の宇宙開発への勢いというのは目に見張るものがありますね。本日は、中国が構想している宇宙ステーション、天宮、計画をはじめ、中国が歩んできた宇宙開発の歴史、しくじり事故など盛りだくさんで解説していきます。それでは早速、宇宙ステーション計画の説明を始めていこう。まず、中国の宇宙ステーション建造計画の最初の一歩目として、今から約20年前に開発された有人宇宙船である神舟5号に遡ります。中国が2003年に有人宇宙船として開発した神舟は、ロシアのソユーズ宇宙船を基本としています。構造は非常に似ているのですが、ソユーズより全長が長く大型化が図られており、居住スペースも広くなっています。3つのモジュールから構成されており、小型の太陽電池パドルを備えた軌道モジュール、半田円状の機関モジュール、大きな太陽電池パドルを持った推進モジュールがあります。地球に帰還するのは真ん中の機関モジュールのみで、推進モジュールは使い捨てですが、軌道モジュールは使い捨てではなく周回衛星とすることができるほか、次回の有人打ち上げの際に宇宙空間で回収しドッキングできるように設計されています。究極のリサイクルですね。これにより、軌道モジュールを使用した長期の無人宇宙実験ができ、また将来の宇宙ステーション建設の際の技術習得につなげられると考えられています。そして、2003年に中国は神舟5号で有人宇宙飛行を成功させました。なんと、有人宇宙飛行に自力で成功したのは世界でもソビエト連邦、アメリカ合衆国に次ぐ3番目で、42年ぶりなのです。また、2008年には神舟7号によって宇宙遊泳も成功させています。この頃から、かつてのアメリカのスカイラブ計画、ソ連のサリュート計画と同様に中国独自の宇宙ステーション保有を目指すようになったのです。これが後の中国の宇宙ステーションである天宮計画につながります。続いて、有人宇宙船である神舟を成功させた中国は、本格的な宇宙ステーションの実現に乗り出しますが、技術的な課題は依然として多い状態でした。例えば、宇宙船同士のランデブー、ドッキング技術、物質の循環を伴う長期運用可能な生命維持システム、そして物資の補給船といった技術の習得などです。そのため、中国は2011年に宇宙実験室の雛形及びドッキング試験宇宙船である、天宮1号を打ち上げます。天宮1号は実験装置室と物資保管室を持っており、宇宙飛行士が搭乗している神舟では、実際に宇宙飛行士が天宮へと移動し、研究実験も行われました。ただし、宇宙飛行士が滞在できる期間はそれほど長くはなく、機体の全長約 10.4 メートル、直径 3.35 メートル、質量 8.5 トンという、宇宙ステーションとしては小型の試験機でした。天宮1号は2013年までに2度の有人飛行ミッションを行った後は、無人で運用されていました。しかし、ここから大きなしくじりが発生してしまうのです。まず、2016年にトラブルにより制御不能になったとされ、それ以降は自然に落下するのを待つことしかできなくなってしまったのです。そして、制御不能になった天宮1号は軌道上に留まることができず、大気上の空気抵抗により次第に高度を下げ、大気圏に再突入する危機を迎えます。中国政府は、機体の大部分は燃え尽きる、と主張していましたが、最大約 100kg を超えるかなりの大きさの塊が地上に到達する可能性があるという情報が拡散し、大きな騒動となりました。北緯43度から南緯43度にかけての広範囲が、機体の落下予測地点となっており、地球上の何時にどこへ落ちるかが、全くわからない状態になっていたのです。まさに天気予報で言うと、晴れ時々デブリ、というなんともシュールな状況ですね。結果としては、2018年4月2日に大気圏に再突入しましたが大部分が燃え尽き、破片のみが海域に落下したとみられています。事故が起こらなくて本当に良かったですね。そして、中国は後継機として天宮2号の開発を進めます。天宮2号は1号をベースに改良製造された、8.6 トン級宇宙ステーション試験機です。サイズこそあまり変わらないものの、天宮1号に比べて様々な実験が行えるように改良されており、輸送、
補修用20メートルクラスのロボットアームが新たに取り付けられています。また、滞在も最長1ヶ月程度は可能とされています。天宮2号は2016年に打ち上げられ、有人運用が開始されました。そして、並行して中国は無人補給船である天舟1号の開発も進めます。この天舟1号は、約6トンの物資と約2トンの燃料の補給能力も持っており、天宮1号をベースに開発された巡洞型機です。非与圧推進モジュールと3つのソーラーパネル、台形の与圧モジュールで構成されています。天舟1号は2017年に打ち上げられ、天宮2号とのドッキング試験は合計3回行われました。その後、役目を果たした天宮2号は、天宮1号とは異なり大気圏への再突入が計画的に行われ、2019年に南太平洋に制御落下に成功しました。無事成功して何よりですね。そして、ここまで技術を蓄積した中国は、ついに本格的な宇宙ステーションとなる、天宮の建造を始めます。ちなみに、天宮というのは中国における天上の最高神である天帝の住む宮殿に由来しています。天宮は3つのモジュールで構成される予定であり、総質量は80トンに達すると予想されています。コアモジュールである、天は、2つの実験モジュールの、トン天と、無天で構成されており、無人補給船、天舟により物資や燃料が補給されます。宇宙飛行士は、神舟で天宮にドッキングをします。完成は2022年以降の予定とされており、先日の4月29日にコアモジュールの天和の打ち上げが行われました。ロケットは中国最大級の運搬能力を持つ、長征5号 B で打ち上げられ、予定の軌道に乗っています。天和は全長 16.6 メートル、最大直径 4.2 メートル、重さ 22.5 トンで非常に大きいモジュールです。宇宙ステーションを制御する司令室の役割を担う機関部分で、宇宙飛行士が長期滞在できる居住エリアなどにもなります。今年は宇宙ステーション向けに宇宙補給船、天舟と有人宇宙船、神舟をそれぞれ打ち上げて、天和とドッキングさせたり、宇宙飛行士の移動や軌道上で実験などを行ったりする予定とのことです。実験棟や宇宙貨物船などを今後10回に分けて打ち上げて、宇宙ステーション、天宮を2022年に完成させる計画とのことです。天宮が完成すると、110立方メートルの空間を持ち、6人が10日間の短期滞在、3人が長期滞在できるようになります。恐るべし中国、宇宙開発の勢いについてはどの国にも負けてはいませんね。日本の宇宙開発も負けじと中国に追いつくことを願っています。ちなみに、日米欧ロが参加している国際宇宙ステーション、ISS、に中国はミノルは参加していないんです。そして、ロシアも2025年以降に ISS から離脱する意向を表明し、月面基地では中国と協力する方針のようです。中ロが宇宙ステーション分野でも協力する可能性を指摘する声もあります。ISS は2024年までの運用は決定していますが、25年以降の運用のあり方は未だ決定していません。中国はその前に宇宙ステーションを完成させ、宇宙開発分野でも中国の影響力を強める思惑がありそうですね。また、中国は宇宙ステーションだけではなく、2013年にソ連、米国に続いて、無人探査機の月面着陸にも成功しています。2019年には世界で初めて無人探査機を月面の裏側に着陸させ、2020年には月の土壌サンプルの持ち帰りにもソ連、米国から44年ぶりに成功しています。中国の月面開発計画である、氷河計画、や、中国の宇宙開発の歴史をさらに詳しく知りたい方は上の動画をチェック。さらに中国は火星にも探査機の天文1号を着陸させる計画があります。天文1号は2021年2月10日に火星の周回軌道への投入に成功しています。天文1号は周回機、着陸機、探査車からなる大型の探査機で、周回機によって火星全体の探査を行うほか、5月には火星の地表に着陸し、探査車による探査にも挑みます。それでは本日の授業はここまで。今日は中国が建造している宇宙ステーションの天宮をはじめ、過去に起こったデブリ落下事故や中国の宇宙開発の歴史などをたくさん学んできました。改めて中国の宇宙開発へのモチベーションには感心させられます。それではご視聴ありがとうございました。応援いただける方はチャンネル登録、高評価お願いします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。